これより会議を開きます。日程第一、令和5年度一般会計予算。日程第二、令和5年度特別会計予算。日程第三、令和5年度政府関係機関予算。以上3案を一括して議題といたします。まず委員長の報告を求めます。予算委員長、末松信介君。それとも。ただいま議題となりました令和5年度予算3案の審査の経過と結果をご報告申し上げます。令和5年度予算3案は去る1月23日に国会に提出され、1月27日に財務大臣から趣旨説明を聴取し、衆議院から送付の後、3月1日より質疑に入りました。以来基本的質疑、一般質疑に加え5回にわたる集中審議を行い、3月9日に公聴会を開催し、3月16日および17日には各委員会に審査を委嘱したほか、予備審査中の2月13日および14日の2日間石川県に委員を派遣して現地調査を行うなど、本日まで熱心に審査を行ってまいりました。質疑は令和5年度予算における予算配分のあり方、少子化対策の拡充、物価高騰対策の必要性、反撃能力と防衛力強化のあり方、総理のウクライナ訪問と日韓首脳会談に対する評価、人手不足対策と賃上げの必要性、中小企業の価格転嫁対策の重要性、原発及びアルプス処理水の海洋放出への政府の対応、東日本大震災の復興と防災対策への取り組み、酪農支援への必要性、新型コロナウイルス感染症対策の検証、障害者支援の取り組み、予備費計上の在り方、金融緩和政策の評価と今後の見通し、LGBT に関する法整備の見通し、放送法の解釈に係る政府統一見解の経緯など、多岐にわたりましたが、その詳細は会議録によってご承知願いたいと存じます。本日をもって質疑を終局し、討論、採決の結果、令和5年度予算3案は、賛成多数をもって、いずれも原案通り可決すべきものと決定いたしました。以上、ご報告申し上げます。3案に対し討論の通告がございます。順次発言を許します。村田京子君。立憲民主・社民の村田京子です。私は会派を代表して令和5年度予算3案に対し反対の立場で討論を行います。冒頭、放送法の政治的公平の改変について申し上げます。事件の本質は所管外の磯崎総理補佐官が自ら作成した解釈案を総務官僚に強要し、
安倍総理のゴーサインのもと、高市大臣がシナリオ通りに国会答弁したという違法なプロセスによる憲法21条言論の自由の破壊です。首相官邸の密室で特定の放送番組を狙い撃ちにした解釈の改変は、その後の各放送局のキャスター降板などの深刻な萎縮効果を生みました。今回の予算委員会での論戦により、この一連の違法なプロセスが明らかになったことは、そしてそれが改めて正されたことは、第二次安倍政権以降の違憲、違法な政治姿勢を是正し、我が国の民主主義と法の支配の再生に資する重大な意義を持ったと思います。しかし、高市大臣は自らの保身のため、かつての部下たちが作成した行政文書を捏造と指南し、事前の大臣レクを一切受けていないなどと強弁しました。これは行政文書の信頼を冒涜し、行政の存立自体を否定する暴挙です。しかも関係の閣僚らが捏造などしておらず、大臣レクを行ったと両親の証言をしても、なお自らの国会答弁に反し、いまだ大臣すら辞職していません。そもそも放送法を守り、言論の自由を守る総務大臣の職責に違反し、自ら違法な解釈の国会答弁などを遂行した高市大臣は、それだけで辞職に値するのであり、岸田総理の責任を厳しく指摘します。また、LGBTQ の皆さんが望む差別解消の実現については、G7 広島サミット前に法整備を進めるべきと考えますが、総理は議論を見守るというだけで進展が見られません。旧統一教会と自民党との関係についても、大事なことは未来に向かって関係を断つことであるとして、過去を明らかにせず、地方組織も含めた徹底した調査は実施されていません。以上について、総理の真摯な対応を求めるとともに、我が会派として引き続きこれらの課題について追及することを申し上げ、以下、予算案への反対の理由を申し述べます。第一の理由は、未曽有の防衛費増額です。昨年12月、政府は国会での議論や国民的な合意もないまま安保3文書を閣議決定し、国家安全保障戦略において防衛費を GDP 比 2% に達するよう唐突に宣言しました。真に必要な予算を積み上げた結果、防衛費の一定の増額につながることは理解できますが、規模ありきの増額となっています。防衛装備品の2割弱は海外からの調達ですが、実践的とは言い難く、先方の言い値で購入したコストの高い調達が含まれています。憲法に基づく専守防衛に徹しつつ、時代の変化に対応した質の高い防衛力の整備を推進すべきです。さらに財源については、増税をいつから実施するかは先送りした上、復興特別所得税を流用することは断じて認めることはできません。第二の理由は、防衛費は増額となる一方で、中小企業対策費や農林水産関係予算は前年比で減少となっている点です。春闘では大企業を中心に満額回答が相次ぐ中、中小企業に賃上げが広がるかが焦点となっています。政府は物価上昇を超える賃上げや価格転嫁を進めると言いながら、中小企業対策費が減っていることは、本気で賃上げに取り組んでいるのか、その姿勢が問われます。物価上昇は農林水産業にも影響を与えています。合わせてロシアによるウクライナ侵攻を受け、食料安全保障の強化は必須です。にもかかわらず、予算は減り、私たちが対応を求めてきた酪農への支援も十分なものではありません。以上、2つの予算の減少は納得できませんが、子ども・子育て予算はその全貌すら見えてきていません。これが反対の第3の理由です。総理は
子ども予算を倍増すると公言されてきましたが、肝心の具体策については、中身を精査中として、国会の審議で明らかにせず、倍増の基礎となる予算の範囲についても不明なままです。このような中、3月17日、記者会見を開き、子ども・子育て政策の基本的な考えを発表しました。予算審議をしている最中に、あまりに国会を軽視した対応ではないでしょうか。しかも、開始時期や財源などの全体像は明らかになっておらず、選挙目当ての政策としか思えません。政権の最重要課題であるならば、予算案で提示し、その具体的な内容について国会で審議すべきです。最後に指摘しておきたいのは、予算の大前提となる岸田内閣の目指そうとする社会像が明らかではないということです。3月後半になってから岸田内閣は追加の物価高騰対策を打ち出すとともに、少子化対策のたたき台の内容が報道ベースで明らかになっています。物価高騰対策に盛り込まれた LP ガスや工場向けの特別高圧電力の負担軽減などは、我が会派もかねてより対応を求めてきたものであり、また少子化対策に盛り込まれるとされる児童手当の所得制限撤廃なども同様です。問題は、これら政府・与党の対策は、野党の主張を一部取り入れて、争点を無効化するための小手先の微方策にしか過ぎないのではないかということです。所得制限については、児童手当以外にも、子育てや教育の支援策に多くの所得制限が設けられています。旧民主党政権下では、社会の分断を生まないために線引きをなくし、すべての人が受益者になれるよう、あらゆる施策において所得制限撤廃が目指されるべきであり、社会全体で子育てを支えるとの思想に基づいて、高校無償化や子ども手当について制限なく支援を行いました。当時の野党自民党は与党批判を繰り広げましたが、年間出生数が80万人を割り込むという危機的状況に直面した上、野党の要求や世論の高まりなどに押され、やむを得ず今回の政策を出してきた感は否めず、そこによって立つ政治思想を読み取ることは困難です。現に岸田総理も衆議院の予算委員会において、同性婚や選択的夫婦別姓をめぐる問題について、家族観や価値観や、そして社会が変わってしまう課題であると答弁されましたが、その変わってしまう価値観、家族観、社会とはどのようなものなのか、明らかではありません。総理は常々、さまざまな課題について、丁寧に議論を重ねていくという趣旨の答弁をしていますが、自らの価値観や社会像を明確に提示して政策を打ち出し、国会という開かれた場で堂々と議論をすることこそがまさに求められているのではないでしょうか。予算委員会において政府は検討中なので詳細は差し控える、6月の骨太方針で提示するので詳細は差し控える、手の内を晒すことになるので詳細は差し控えるなど、誠意のない逃げ口上に終始し、充実した質疑が行われたとはおよそ言い難い状況でした。私は昨年初当選しましたが、国会に来て感じたことは議論の大切さです。政府が議員内閣制の定める国会監督に一切違反することなく、予算委員会で末松委員長が指摘された敬愛の精神のもと、多様な考えを持った議員が徹底した議論をすることで課題に対する解決策がブラッシュアップされていく、それこそが国会の本来の在り方だと思います。今後、個別の政策について誠実な答弁を強く求めるとともに、政策のよって立つ理念や社会像についても対処交渉に立って議論を進めていくべきと申し上げ、反対討論といたします。ありがとうございました。
いいですね。高橋はるみ君。自由民主党の高橋はるみです。私は自民公明を代表し、令和5年度一般会計予算ほか2案に対し賛成の討論を行います。先週、岸田総理はロシアによる侵略が続くウクライナを訪問し、ゼレンスキー大統領と対面での首脳会談を行い、平和を求める強い意思を示すことで世界に対し日本とウクライナの連帯を強く印象づけ、 G7 議長国としての主導的な役割を果たしました。またこの直前には今年の G20 議長国でありグローバルサウスの有力な牽引役であるインドを訪問し、モディ首相と首脳会談を行うことで法の支配に基づく国際秩序の維持と強化に共通の責任を有している旨確認しました。まずはこれらの岸田総理の一連の外交は高く評価されるべきものと申し上げます。さて、我が国は3年以上のコロナ禍から社会経済活動の正常化が進み、緩やかに経済は持ち直しつつあります。同時に時代を画するような前例のないさまざまな課題に直面し、まさに歴史的な分岐点にいることを実感いたします。このような状況を強く意識しながら、参議院は良識の府として令和5年度予算案を粛々と審議してまいりました。野党の理事をはじめ、予算委員会委員の皆様、そして関係委員会の皆様のおかげで質の高い政策議論ができたことに感謝を申し上げたいと存じます。それでは私が本予算案に賛成する主な理由を申し上げてまいります。第一に、昨年出生数が80万人を下回り、国難とも言うべき少子化が進行している中、人への投資、未来への投資として安心して結婚、出産、子育てができる社会づくりにつながる政策を推し進める点であります。子ども・子育て支援として、出産育児一時金の42万円から50万円への引き上げ、伴走型相談支援と妊婦・子育て家庭に対する計10万円相当の経済的支援をパッケージで継続実施する出産・子育て応援交付金、保育士・幼稚園教諭などの処遇改善、さらに保育所や放課後児童クラブの受け皿整備などの経費が計上されております。また、4月1日からは、こども家庭庁が本格的に始動いたしますし、現在、政府が検討を進めている次元の異なる少子化対策にも大いに期待したいと思います。第二に、約40年ぶりとなった物価高騰への対策として、物価上昇を超える賃上げ実現のためのリスキリングによる能力向上支援などの推進、さらに中小企業における下請け取引適正化や価格転嫁促進といった対策を強化している点です。また、これらの対策に加え、政府において取りまとめられた追加策には、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金の増額や、低所得の子育て世代への児童1人当たり5万円の給付金等も含まれております。第3に、かつてないほどに厳しさを増している安全保障環境の中、日本と日本国民を守り抜く意思を明確に示す予算となっている点です。
昨年末、新たに策定された国家安全保障戦略等に基づいて、スタンド・オフ防衛能力、統合防空・ミサイル防衛能力、施設整備など、防衛力の抜本的強化、安定的な維持を図っていきます。また、G7 広島サミットや、日本 ASEAN 友好協力50周年を機に、機動的で力強い新時代リアリズム外交を展開するための予算が確保されております。第4に、海外への依存度が高い我が国の食やエネルギーの安定的な供給等を進めている点です。食料安全保障の強化に向けて、国内自給率が低い麦、大豆などの畑作物の生産、海外に依存した肥料、飼料などの国内生産の推進、さらに危機的な状況に直面する酪農の現状に鑑み、生乳の生産費上昇の適正な価格転嫁に向けた需給ギャップ解消への支援や、加工原料乳生産者補給金の単価引き上げなどを実施していくことで、強い農林水産業を実現をします。エネルギーに関しては、徹底した省エネルギーの推進、再生可能エネルギーの最大限の導入のための技術開発など、さらにエネルギーの安定供給の確保、安全かつ安定的な電力供給等について取り組むための予算が盛り込まれています。第5に、世界各国が覇権を握るべく力を入れている DX、GX、量子 AI 分野で勝ち抜くための政策を進めていく点です。DX については、政府共通のクラウドサービス等への移行や、デジタル庁の体制拡充を図ります。また、誰一人取り残されないデジタル社会実現のためのデジタル推進委員の全国展開を進めます。GX に関しては、成長志向型カーボンプライシング構想の具体化で得られる将来の財源を裏付けとした GX 経済移行債の発行により、民間の GX 投資を支援する仕組みを創設します。さらに、科学技術、イノベーションへの投資として、1.4 兆円となる過去最大級の科学技術振興費を確保した上で、量子 AI 分野を中心とする重要先端技術の研究開発の戦略的推進、博士後期課程学生の処遇向上など、基礎研究、若手研究者向け支援を充実強化していきます。また、地方公共団体が多様な住民ニーズに的確に応えつつ、新たな行政課題に対応し、安定的な行政サービスを提供できるよう、地方財政を支える予算となっております。さらに、我が国の礎である地方の創生のために、自治体のデジタル実装の加速化や、デジタル田園都市国家構想交付金、地域の創意工夫を生かした地域交通ネットワークの再構築等を進めていきます。これらに加えて、社会資本の効率的、効果的な維持更新、激甚化、頻発化する自然災害から国民の命と財産を守るための国土強靭化対策など、これからの日本の基盤を整備するための予算もしっかり計上されております。以上、賛成する主な理由を申し上げました。今、時代の転換点に立つ私たちは、直面する内外の重要課題に対して道筋をつけ、これまでより一段高い成長を実現し、我が国の未来を切り開いていかなければなりません。そのためには、本予算案の一日も早い成立と迅速な執行により、その恩恵を地方の隅々まで届けていくことが不可欠であります。ぜひとも議員各位のご賛同を賜りますことを強くお願い申し上げまして、私の賛成討論とさせていただきます。ありがとうございました。
串田誠一君。日本維新の会の串田誠一です。私は会派を代表して令和5年度、予算3案に反対の立場から討論いたします。反対の第一の理由が法案で底が抜けたような財政運営を続けていることにあります。歳出と国債発行の規模が無制限に拡大し続け、来年度予算は一般会計予算として過去最大になりました。歳出の3割を借金に頼ることが常態化しています。また当初予算を少なく見積もり、補正予算が過度に膨張する傾向も常態化しています。本来補正予算は財政法29条によれば、予算作成後に生じた事由に基づき、特に必要となった経費の支出に限られるべきです。予備費についても問題です。本来特例的な予算である予備費が令和2年度を境にそれまでの10倍20倍の規模に急増しました。新型コロナ対策ということで、その時には納得する国民も多かったと思いますが、これを機会に、この予備費の規模が新型コロナが収まった後でも巨大化することが常態化していくように思えます。令和5年度の予算においても、5兆円の予備費が計上されています。新型コロナ対策という説明はもう使えません。反対の第二の理由として、予算が巨大化する割には必要な予算が設けられていない点にあります。経済成長が停滞している日本経済に対して、再び成長力を呼び起こすための十分な戦略性を持った予算付けが必要です。異次元の少子化対策を打ち出しながら、どこにも予算は見当たりません。児童手当の所得制限撤廃、教育費無償化の全国展開など、子ども・子育てへの負担軽減や出産費用の無償化といった具体的な施策への予算措置が盛り込まれていません。食料安全保障の点も不十分です。日本の自給率は 38% です。諸外国と比較しても極めて低い数字です。自給率を高める政策は、食料安全保障の点からも必要であることは言うまでもありません。ところが現在の政策はこれを逆行しているように見えます。酪農家の廃業が増え続けているのです。国民もニュースを見て辛い思いをする人は多いでしょう。生乳を廃棄しているのです。食品ロスが問題となっているというのに、ここまで酪農家を追い詰めています。さらに、1頭当たり15万円の補助金と引き換えに、4万頭の乳牛を削減、つまり殺すことを推奨しています。自給率を高めようと酪農に参入した若者たちを失望させ、廃業するしかないところまで追い詰めています。政府は需給調整が必要だと説明しますが、需給バランスが崩れたのは、給食やインバウンドがなくなった一時的な原因も、要因も原因です。日本の乳製品の在庫が増えたのであれば、乳牛を殺すのではなく、乳製品をウクライナなどに支援に回すべきです。予算委員会で要望しましたが、ウクライナから求められていないという答弁でした。支援は求められてすることでしょうか。食料は足りていますか。乳製品は必要ありませんか。こちらから支援の手を差し伸べるものではないでしょうか。ウクライナ侵攻で食糧難になっている国は他にも多数あります。国が過剰な乳製品を買い上げて、食糧難の国に支援することで、国際貢献になるだけではなくて、国内の酪農家も救えますし、乳牛を殺す必要もなくなります。酪農家を救うために予算を使うことは、多くの国民が納得すると思います。乳牛を需給調整の理由で殺さないでください。予算の使い方が間違っています。さらに、今後十数年にわたって我が国の経済成長を牽引しうる GX の対応も中途半端でスピード感も足りません。反対の第三の理由が防衛増税が見込まれている予算であるからです。日本維新の会は環境の変化により防衛費の増額には賛成です。しかし、その財源確保のために増税を行うという政府方針には反対です。与党・自民党内部からも疑問の声が出ていると聞いています。防衛費には安定財源が必要であることとのことですが、歳出のほぼすべて安定財源が必要な恒久的支出です。防衛費だけ特別扱いする理由にはなりません。
鈴木財務大臣は恒久財源として確保すべき4兆円のうちの3兆円について、本当に無理をしてかき集めていると答弁されました。しかしその3兆円も決算剰余金や外為特会からの繰入金といったある程度恒久的に見込めるものもありますが、一方でコロナ予算で積み上がった積立金や基金等の不用品の国庫返納や国有財産の売却収入といった到底恒久財源とは言えないワンショットのものまでが含まれています。日本維新の会は昨年12月16日いち早く防衛費増に関わる増税方針の撤回を求める緊急声明を発出し、増税方針の撤回を求めてきました。会より始めよ、国民に負担を強いるのであればまずは国会議員が襟を正すことから始めるのが当然です。2012年11月の党首討論で当時の自民党総裁である安倍元総理が2013年の通常国会までに衆議院定数を大幅に削減すると確約しました。しかし未だに実現されていません。復興特別所得税導入の際に行われた国会議員歳費2割カットもわずか2年間で終了させました。一方国民には防衛増税の財源として復興特別所得税の期限を延長することとしています。昨年の通常国会に結論を得ると自民党が約束をした調査研究広報滞在費、いわゆる旧文通費の使途公開や残金返還についても先送りになったまま実現していません。こうした我が党の主張に対して総理は議会政治や議会活動のあり方に関わる重要な課題であり、各党各派においてご議論をいただくべき事柄でありますと棚に上げてしまい、自民党総裁として何らリーダーシップを発揮することなく放置したままです。国会議員が自ら模範を示すことなく国民にばかり増税の負担を迫ることは許されません。日本維新の会は衆議院において令和5年度一般会計予算3案の編成会を求めましたが、動議は否決されました。我々日本維新の会は今後も不断の改革を進めつつ、岸田政権に真っ向から向き合い対案を示しながら正々堂々と議論を続けていくことをお誓い申し上げ、反対討論といたします。政調ありがとうございました。岡田由紀子君。国民民主党新緑風会の岡田由紀子です。私は会派を代表いたしまして、令和5年度予算3案に反対の立場から討論を行います。予算編成はその基本となる国のあり方を決める法律改正や価値観意識の改革とセットであるべきです。しかし令和5年度予算案は日本の根本的な社会問題への本質的な対応が十分とは言えないまま巨大な財源を投資しようとしております。我が国は長期にわたり停滞する経済、止まらない少子化、深刻な問題に直面しています。国民の希望と日本の未来に資するには、失われた30年の原因となった政策体系から転換し、給料が上がる経済、人づくり人育てに寄与する仕組みづくりが必要です。残念ながら岸田総理が主張した異次元の少子化対策には、子育て関連予算の倍増と言いながら規模や時期などは示されておりません。賃上げに関連する政策も過去の焼き直しが多く、これまでの傾向を転換する効果が十分にあるとは言えません。物価高騰対策についても現下の厳しい状況に鑑みれば不十分です。そして防衛増税は政府からの説明も国民の理解得られる内容には全くなっておりません。そういうところから以下具体的に3点深掘りをいたしまして、予算案反対の理由を示します。財政規律の問題、
2つ目は停滞する経済、そして3点目は止まらない少子化です。まず今年度予算、新型コロナウイルス感染症対策など、合計 5.5 兆円の予備費が計上されております。令和4年度には11兆円を超える予算案が、予備費が計上されていますが、使い方に対する検証は行われておりません。基金の設立も相次いでおります。令和4年度には10兆円を超える基金設立がなされ、執行状況、残高も十分な検証が行われておりません。政府は常に EBPM、エビデンスに基づく政策立案と言っておりますが、この予備費、そして基金、十分な検証がなされないまま、巨額の予算が計上され、そしてさらに問題なのは、国会による厳格な審査を回避する、そのような予算編成になっているのではないでしょうか。まさに国会軽視です。財政規律が損なわれ、将来世代に過重な負担を転嫁する結果となることが懸念されます。今回の予算に賛成できない最初の理由は、この予備費含めて財政規律の問題です。2点目は停滞する経済です。岸田総理は新しい資本主義というスローガンのもと、成長と分配の好循環を提案しています。成長により原資を稼ぎ出して分配が可能となるという基本のもと、需要が増加するとともに成長力が強化されると言っております。私たち会派は賃金が上がる経済を目指し、今、春闘の中で大企業はそれなりの賃金確保がされつつありますが、中小企業の賃上げがどうなるかはまだ分かりません。持続的に賃上げを可能にする支援制度が何としても必要です。中小零細の赤字企業、事業者が賃上げ原資を確保できるよう、法人税に加え、法人事業税や固定資産税も含むよう、支援を修正するべきです。短期的、持続的に賃金を上げるスキームが見えないことが予算案に反対する第二の理由です。賃上げの問題は実は3点目の止まらない少子化とつながっております。現、我が会派の伊藤孝恵議員が示してくれました。賃金上昇と出生率の間には高い相関関係がある。これは重要なエビデンスです。そういう中で、新しい資本主義に期待が持ちにくいのは、誰がこの仕組みを担っていくのかという人育てが見えないことです。岸田総理がこども家庭庁を発足させることは評価します。自公政権、遅きに失した民主党政権時代、批判をしていたことから考えますと、遅きに失しておりますが、異次元の子育て政策を構想すること、これは大変歓迎します。3つの柱、経済的支援、サービス支援、そして働き方改革の成果は期待したいですが、今のままでは出生率上昇にはつながらないのではないかと懸念をいたします。具体的には、経済的支援といえば、国民民主党新緑風会では、矢田稚子元議員を中心に、一貫して所得制限の撤廃を主張してまいりました。この撤廃に踏み切るという報道が流れております。国会の説明の前に報道にというのもおかしな話ですが、3月末の自民党の原案提示、期待をしております。経済的支援には教育に関わる各種支出、給食費、医療費、そして高等教育の授業料なども含むべきです。多額の奨学金で苦しむ若者世代への経済支援も重要です。奨学金返済が結婚や子どもを持つことに歯止めをかけているという実態もあります。2点目のサービス支援については、保育にかける児童の福祉的措置であったサービス、未就学児全体のサービスに切り替えるという、誰でも保育所、これは社会政策として歓迎をいたします。ただ、サービス支援でこれまで見過ごされてきたのが、子育てと仕事を両立させるための家事サービスやベビーシッター支援、また課題を抱える夫婦の心理的カウンセリング支援などでございます。3点目の働き方改革も重要な領域です。育休時の収入が減らないよう、給付の方針が出されたことは歓迎しますが、とはいえ、働くことを前とする日本の労働文化の中で、本気で男性の子育て参画が
果たせるのか、私はここで非雇用者への福祉としての育児介護休業法ではなく、子育てを社会全体で支える社会政策としての育児介護参画法と名称を変えるべきではないかと提案をしております。特に休業法参画法にという法案の名称変更は3月3日の予算委員会で岸田総理に直接提案をいたしましたが、育児休業の用語は国民の間ですでに普及定着しているから変えられないという答弁でした。異次元の子育て政策というなら、定着している価値観を変える、それくらいの意気込みが必要です。特別に大きな財源はいらないんです。名前を変えたらいい。思い切って判断は総理にしていただきたかったです。今後、理念法など含めてお考えいただけたら幸いです。先進国の中で日本の最も大きな特色は女性の政治経済領域への参加率の低さです。 OECD の諸国では女性の経済参加の低い国は経済成長率が低く、そして出生率が低いんです。今の日本です。背景には子どもを産むことが女性の人生に大きなリスクになっているからです。例えば正規雇用の女性が出産により非正規にを迫られ、あるいは職場での地位を失う。女性の逸失所得は大学卒の場合生涯で最大2億円に上ります。女性にとっては子育てへの財政支援以上に人生の逸失所得をカバーする制度が必要です。まさにフランスのシラク三原則です。これも特別な財源は不要です。日本的雇用慣行を変えたら良いのです。さらに日本の出生率の低さには婚姻率の低さ、婚姻率を高める背景には男女ともに仕事と子育て両立できるようにすること、合わせて幸せな家族を増やすことです。乳幼児期の父親の育児参画は思春期での自己肯定感の高い子どもが育つという研究結果もあります。幸せな家族を経験した人の婚姻率は高くなっております。これもデータがあります。日本の子どもの幸せ感は残念ながらユニセフの調査では先進国38カ国中37位です。特に自己肯定感の低さが課題となっております。子どもの幸せは家族の幸せと連動しております。 G7 広島サミットではぜひ日本の社会制度が海外並みになるように LGBTQ 法案が議論されておりますが、海外からハーグ条約や子どもの権利条約違反という汚名を着せられないよう、家族法の改正なども含めて我が国の少子化問題を規定する大きな構造問題、取り組んでいただきたいです。岸田総理の前向きな対応を期待をしております。国民民主党新緑風会は困難な問題から目をそらさず、対決よりも解決の理念で、対症療法ではない構造変革を含む新しい政策を積極的に提案し、日本を再生する政策づくりに全力で取り組むことをお約束をして、会派を代表しての討論とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。田村智子君。私は日本共産党を代表し、2023年度予算3案に対し反対の討論を行います。本予算案は専守防衛を投げ捨てた敵基地攻撃能力の保有、5年間で43兆円もの大軍拡を進めるものです。防衛関連予算、軍事費はプラス 89.4%、4.8 兆円も増額し、その一方で社会保障は自然増による必要額を1500億円も抑え込む。中小企業対策も農業支援である食料安定供給もマイナスとするなど、国民を犠牲にし、大軍拡に突き進む戦後最悪の予算であり、断固として反対するものです。第一に、敵基地攻撃能力の保有は憲法に反します。
岸田政権は他に全然方法がないと認められる限り、誘導弾などの基地を叩くということは、法理的には自衛の範囲に含まれると、従来の政府答弁の一部を切り取り、憲法の範囲内だと強弁していますが、国民へのごまかしにほかなりません。他に全然方法がないとは、国連の援助もなく、安保条約もないような場合であり、このような事態は、今日においては現実の問題としては起こりがたい。こういう仮定の事態を想定して、その危険があるからといって、平生から他国を攻撃するような、攻撃的な脅威を与えるような兵器を持っているということは、憲法の趣旨とするところではない。これが歴代政権の政府答弁です。憲法9条2項が保有を禁ずる戦力についても、他国の領域に対して直接脅威を与えるものは禁止されているとし、ICBM、中距離誘導弾などを日本が持つことのできない武器だと明示してきました。岸田政権が導入しようという長射程ミサイル、極超音速誘導弾は、射程距離3000キロと言われており、沖縄に配備した場合、日本近隣諸国の主要都市をすべて射程に捉えます。これが他国の領域に攻撃的な脅威を与える兵器でなくて何なのでしょうか。憲法解釈との整合性について、総理は説明ができず、運用上の問題と答弁しました。政府の言う運用とは、安保法制によって集団的自衛権を認めた武力行使3要件です。日本が攻撃をされていなくとも、在日米軍が日本周辺で軍事行動を起こしたとき、我が国の存立危機事態として、米軍の相手国への敵基地攻撃があり得る。そして、この場合の必要最小限の武力行使とは、米軍への攻撃を排除するまで、つまりは米軍が勝利するまでということになりかねません。これら運用についても、総理はまともに答弁ができず、個別具体的な状況で判断すると開き直りました。ひとたび他国の領域を攻撃できる兵器を持てば、その運用は時の権力に委ねられるというのでしょうか。二度と再び政府の恣意的な判断によって戦争を起こさないために憲法があり、歴代政権は慎重に憲法9条の解釈を引き継いできました。これさえ投げ捨てることは、あまりにも乱暴な立憲主義の蹂躙というほかありません。第二に、日本はアメリカの戦争に巻き込み、日本に戦火をもたらす道だということです。安保三文書が明記する IAMD、統合防空ミサイル防衛は、中国との覇権を争う米国のミサイル戦略に日本を融合させるものです。岸田総理は日本独自の運用だと言いますが、米軍はインド太平洋軍の IAMD 能力の拡大、同盟国などとの一体的な運用の重要性を強調しています。しかも、米国の戦略は躊躇なく先制攻撃を行うことであり、日本の安全保障どころか、アメリカの戦争に巻き込まれると言わなければなりません。日本が集団的自衛権を行使し、敵基地攻撃を行った後、相手国からの武力攻撃を受ける危険性について、浜田防衛大臣は、大規模な被害が生じる可能性があると認めました。すでに防衛省は、日本国内の戦闘に備えて、全国300カ所の自衛隊基地を、生物、化学、核攻撃にも耐えられるよう、地下シェルター化する計画を持ち、昨年12月からゼネコン関係者を集めた会合まで行っています。今、石垣島など南西諸島では、自衛隊基地に他国領土を攻撃するミサイルが配備されれば、島に戦火が及ぶ。この島に住み続けることができるのかと、悲痛な声が上がっています。加えて、佐賀空港への自衛隊オスプレイ配備の強行、広島湾での自衛隊と米軍の共同訓練など、民間港湾の軍事利用、また殺傷能力のある武器輸出も狙われています。このような戦争国家づくりを断じて認めることはできません。敵基地攻撃能力の保有、安保三文書の撤回を強く求めるものです。我が党は平和の大安を提起してきました。米国、中国、ロシア、日本、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランドと ASEAN10 カ国の首脳会議、東アジアサミットは
毎年開催されています。これも活用して米中双方に軍事的緊張を高める行動をやめるよう働きかける。ロシアのウクライナ侵略も国連憲章違反を許すなの一点で共同を広げることこそ求められます。価値観や国の体制の違いで分断対立するのではなく、 ASEAN と協力し東アジア全体を平和と安定の地域にする外交努力を行うことこそ日本が果たすべき役割です。第三に、5年間で43兆円もの軍事費は暮らしを犠牲にし日本経済を危機に陥れる亡国の道です。復興特別税を軍事費に転用し、医療体制の強化に充てるべき国立病院機構と地域医療機能推進機構の積立金を大軍拡に流用することは断じて許されません。コロナ危機の教訓を踏まえ、医師・看護師の処遇改善と体制強化そこそ進めるべきです。物価高騰への対策も部分的・一時的であり、暮らしそっちのけと言わなければなりません。物価高騰に負けない賃上げには、中小企業への思い切った支援と一体に、全国一律最低賃金1500円の実現こそ必要です。消費税減税、インボイス中止は言うまでもありません。異次元と言いながら、少子化対策を本予算に盛り込まず、予算審議が終わってから叩き台を示すというのは、あまりに遅く国会軽視です。子ども医療費と学校給食の無償化を国の責任で行い、大学授業料の半額など教育費の負担軽減、奨学金返済の思い切った減額措置、非正規雇用を増やした政治の反省に立って、正規雇用を原則とする新たな雇用のルールを作るなど、一日も早く進めるべきです。また、原発の新増設、老朽原発の延命と再稼働は、福島の原発事故への反省をなきものにし、新たな安全神話で国民の命と安全を脅かす愚策であり、撤回を求めます。地域分散型の再エネと省エネに集中的な投資を行い、エネルギー 100% 自給を目指すべきです。農業の危機への無策も許されません。牛を殺すためではなく、牛を生かし、酪農に希望が持てる予算こそ必要です。せめて輸入飼料、肥料の価格高騰分を全額補填し、基幹産業にふさわしい支援策を講ずることを強く求めるものです。総務省の行政文書によって、安倍政権が放送法の解釈に介入し、2016年、政府が番組の政治的公平性を判断でき、停波も可能とする政府統一見解が作られたことが明らかとなりました。放送法第1条は、放送の自立を保障することによって、放送による表現の自由を確保するとしています。放送法は、ラジオ放送を利用して、大本営発表を国民に広げ、侵略戦争を推し進めた痛切な反省に立ち、政府など公権力の放送への介入、干渉を禁止するために作られました。政権批判の番組を変更しているとして、官邸主導で政府統一見解が作られたことは、憲法21条、表現の自由を侵害するものです。政府統一見解の撤回と真相究明を求めるものです。安倍政権を引き継ぐ岸田政権が、民主主義の根幹を踏みにじり、大軍拡に突き進む今こそ、立憲主義の回復、戦争国家づくりを止めるため、市民と野党の共闘の再構築に全力を尽くすことを決意し、反対討論を終わります。これにて討論は終局いたしました。これより3案を一括して採決いたします。表決は記名投票をもって行います。3案に賛成の諸君は白色票を、反対の諸君は静色票を、ご登壇の上投票を願います。議場の閉鎖を命じます。指名点呼を行います。
伊藤岳君、木良よし子君、松野明美君、山添拓君、岩渕智君、猪瀬直樹君、倉林明子君、音喜多俊君、梅村瑞穂君、上智子君、二比総平君、串田誠一君、高木香織君、田村智子君、井上聡君、石井光子君、浅田仁君、山下良樹君、小池晃君、清水隆之君、東徹君、石井明君、室井邦彦君、金子道人君、伊藤隆恵君、青島健太君、里見隆二君、久保田哲也君、中条清君、安江信夫君、高橋光雄君、柳瀬博文君、下野六太君、塩田博明君、片山大輔君、竹内真嗣君、三浦信弘君、宮崎勝君、梅村聡君、川野義弘君、杉久武君、矢倉克夫君、柴田拓海君、平木大作君、新妻秀樹君、高橋勝則君、松沢重文君、上田勇君、若松兼重君、石川博隆君、鈴木宗男君、秋野幸三君、竹谷敏子君、佐々木さやか君、山本博史君、羽生田隆君、横山真一君、谷合正明君、山本かなえ君、西田誠君、山口夏夫君、磯崎義彦君、本田明子君、堂込牧子君、清水正人君、長江隆子君、平山幸子君、地味花子君、藤木真也君、小野田君君、山本幸子君、山本圭介君、星北斗君、三浦康君、岩本剛人君、加田博之君、高橋晴美君、船橋俊光君、比嘉夏美君、山田太郎君、松川るい君、滝沢求め君、滝波博文君、堂古茂君、堀井巌君、高野幸次郎君、島村大君、酒井康之君、神月良介君、猪口邦子君、福岡高丸君、片山さつき君、浅尾圭一郎君、佐藤信明君、
大家聡君、豊田敏郎君、柘植義文君、太田房江君、松下新平君、松村義文君、末松信介君、石井博夫君、野村哲郎君、岡田直樹君、神谷宗平君、大島くすお君、寺田静香君、須藤元気君、吉川優美君、宮本修司君、長峰誠君、広瀬めぐみ君、藤井和弘君、長谷川秀治君、宮崎正夫君、赤松健君、生稲晃子君、臼井翔一君、新藤兼彦君、石田正弘君、佐藤圭君、小槍隆史君、舞立昌司君、馬場誠司君、三宅慎吾君、森谷博史君、古賀雄一郎君、渡辺武之君、北村恒夫君、大野安忠君、西田昌司君、牧野隆夫君、石井純一君、野上幸太郎君、佐藤正久君、藤川正人君、松山正治君、丸川珠代君、世耕弘成君、関口正和君、武見敬三君、山本純三君、斉藤健一郎君、宝哲美君、山本太郎君、浜田聡君、伊波洋一君、吉井明君、若林洋平君、田中正志君、友野理央君、永井学君、古性春友君、越智俊幸君、加藤昭義君、梶原大輔君、神谷正幸君、今井恵理子君、朝日健太郎君、青山茂春君、足立俊之君、山下雄平君、足立正志君、山田博史君、和田政宗君、石井正弘君、中田博史君、赤池正明君、江島清志君、古川俊治君、山田俊夫君、森雅子君、青木和彦君、中西雄介君、上野美智子君、山谷恵理子君、宮沢陽一君、有村春子君、桜井満君、鶴穂陽介君、江藤誠一君、山崎正明君、中曽根博文君、
山藤明子君、尾辻秀久君、村田京子君、三上恵里君、水野素子君、高木真理君、古賀千景君、芝真一君、鬼木誠君、宮口春子君、横沢孝則君、小沼匠君、塩村彩香君、小林和弘君、岸真紀子君、石垣則子君、石川大我君、井上義行君、小沢正人君、勝部健二君、熊谷博人君、吉田忠智君、森本慎二君、斉藤義孝君、石橋道弘君、三原淳子君、野田国吉君、田辺正代君、吉川さより君、長谷川岳君、川田隆平君、牧山博恵君、水岡俊一君、青木愛君、木村英子君、橋本聖子君、蓮舫君、辻元清美君、長浜博之君、福山哲郎君、福島瑞穂君、竹爪仁君、田村真美君、羽賀道也君、畑次郎君、加田由紀子君、伊藤孝恵君、田島舞子君、上田清志君、浜口誠君、内越さくら君、森谷隆君、浜野義文君、磯崎哲司君、古賀幸人君、杉尾秀也君、河合孝則君、船山康江君、小西博之君、徳永恵里君、新馬和也君、大塚康平君、天畠大輔君、船越康彦君、この皆さんとあそこだね、あそこだね、うん、山本先生待っておられる、山本先生待っておられる、あ、待っておられる、はい、速やかに投票を願います、お願いいたします、速やかにご投票を願いますとおっしゃっていただいて、もう今ですか、速やかにご投票を願います、横澤先生が今上がってこられました、はい、これは普通にご投票になる、投票されますね、はい、
その後の皆さんも、その後はもう皆さん令和ですので、うん、おそらく山本先生お待ちになるので、あ、はい、そういうつもりで、はい、立憲ですので、山本先生は元じゃないです、うん、はい、まだいいですか、この辺で、はい、速やかにご投票を願います。どうしますか、もうしばらく、はい、何度かそんな時間を置いて、うん、ご投票願います、うん、ご注意いただきます、うん、タイミングは言ってください、はい、これまだいいですか、ちょっともう少し、はい、もう何度か言われた方がよろしいかと思います。 いいですか、速やかにご投票を願います。速やかにご投票を願います。速やかにご投票を願います。このままでは投票時間を制限せざるを得ません。何度か2回か3回繰り返して、これを繰り返しますか、はいはい、もうどんどん繰り返せばいいですね、はい、速やかにご投票を願います。このままでは投票時間を制限せざるを得ません。もうこっちでもう一回これいいですか、はい、これでいいですか、はい。
ただいま行われております投票につきましては、事後2分間に制限いたします。時間が参りましたら、投票箱を閉鎖いたします。速やかにご投票を願います。もう渡してくださいね。あと1分で投票箱を閉鎖いたします。はい。発言をやめ、速やかにご投票を願います。あと30秒で投票箱を閉鎖いたします。制限時間に達しました。投票箱閉鎖。酪農家を殺す予算、農家を守らない予算、30年の主張でも人々を救わない予算。議長の許可なく発言するのはおやめください。アメリカと資本家の魂の演壇で議長の許可なく発言するのはおやめください。もういいですか。議員の講談を命じます。もういいですか。投票箱は閉鎖いたしました。速やかに講談願います。これより
開始をいたします。投票を3時に計算させます。議場の開始を命じます。投票の結果を報告いたします。投票総数243票、白色票148票、青色票95票、よって3案は可決されました。もう次行くぞ。いいですか。この際、日程に追加して、地方税法等の一部を改正する法律案、地方交付税法等の一部を改正する法律案、いずれも内閣提出、衆議院送付、以上、両案を一括して議題とすることにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。総務委員長、川野義弘君。ただいま議題となりました両法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、現下の経済情勢等を踏まえ、
自動車税および軽自動車税の環境性能割の税区分率の見直し、固定資産税および不動産取得税にかかる質問検査権の対象の明確化等の納税環境の整備、航空機燃料乗与税の乗与割合の特例措置の見直し等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行おうとするものであります。次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあることに鑑み、令和5年度分の地方交付税の総額の特例措置を講ずるとともに、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するための地方交付税の単位費用等の改正を行おうとするものであります。委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、地方一般財源総額の実質同水準ルールの今後のあり方、光熱費高騰による地方財政運営への影響と対応、地方交付税の算定方法のあり方、国から地方への抜本的な税源移譲の必要性、ふるさと納税制度の課題などについて質疑が行われました。質疑を終局し、討論に入りましたところ、立憲民主・社民を代表して、岸真紀子委員より、地方税法等の一部を改正する法律案に反対、地方交付税法等の一部を改正する法律案に賛成、日本共産党を代表して伊藤岳委員より、両法律案に反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。討論を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。以上、ご報告申し上げます。これより採決をいたします。まず、地方税法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。過半数と認めます。よって本案は可決されました。次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。過半数と認めます。よって本案は可決されました。この際、日程に追加して、所得税法等の一部を改正する法律案、内閣提出、衆議院送付を議題とすることにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。財政金融委員長、坂井康之君。ただいま議題となりました法律案につきまして、財政金融委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本法律案は、持続的な経済成長やより公平で中立的な税制の実現等の観点から、国税に関し、所要の改正を一体として行おうとするものであります。委員会におきましては、NISA 制度の抜本的拡充及び恒久化の意義、いわゆる1億円の壁の問題を是正する必要性、研究開発、税制の政策効果、インボイス制度導入に伴う事業者への影響、電子帳簿等保存制度の運用の在り方等について
質疑が行われましたが、その詳細は会議録によってご承知願います。質疑を終局し討論に入りましたところ、立憲民主社民を代表して芝新一委員、日本維新の会を代表して目村聡委員、日本共産党を代表して岩渕智委員よりそれぞれ反対する旨の意見が述べられました。討論を終局し採決の結果、本法律案は多数をもって原案通り解決すべきものと可決すべきものと決定をいたしました。なお本法律案に対し付帯決議がされております。以上ご報告申し上げます。これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。過半数と認めます。よって本案は可決されました。本日はこれにて散会いたします。